土団子は、シノキンモンユーロチウム目土団子化に属するキノコ。小実体は地中に形成され、ほぼ球状で、直径約15ミリメートル程度、表面は、赤葛色、内視高褐色で、低いイボ状流器を備えてザラつく。縦断面では、厚くて比較的脆い外皮に包まれて、暗緑褐色暗褐色の放射界が認められる。死亡は、丸い農状をなし、 多くの死脳菌が備えているような特殊な胞子、射出構造を持たず、胞子が成熟すれば、細胞壁が溶けて消失する。胞子は厚い壁を備え、ほぼ休憩で、暗褐色ないしほとんど、黒色を呈する。樹木の細根に、外生菌根を形成して、共生生活を営む。死脳菌門、オフヨコルディケプス科の虫草菌と総称される。 エレイファコーディセップス属の菌の一部の寄生を受けることがある。北半球の温帯以北に広く分布する。日本国内で発見された記録はさほど多くないが、個実体が地中に埋没して形成され、人の目につかずに見過ごされているに過ぎないと思われる。無毒であるとはいえ、キノコが小さく、採集も容易ではないために、食用的価値はないに等しい。ただし、 樹木の成長を促す働きがあるとされ、造林業などの分野では間接的に貢献していると言える。ありがとうございます。